ははいこんにちブルホスです。本日もビヨンドやっていきましょう。今回決別ということで、準備は CIA に入る直前ですね。いいよついに教授と別かる瞬間が来るゴールところになります。じゃあ集中して、集中して。呼吸てここにあるものについて何か感じたら、どんなことでも教えてください。あそこが疼くの。えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、じゃあとりあえずおっきいの。 大きいのってちょっとか何か見える上いシンやなえー、っとねまずちょっとコールに憑依してみないかな憑依されて逃がしたという前歴がありますから、ね、えー、っとあっそういうことかそういうことかでこれできれいこれの持ち主がいってかああ娘さんかなるほどな、ね <laughs> 博士の見てはいけない過去が見えちゃったのジュリどうしたいやあの言いたいけど言いたいことも言えないこんな世の中じゃ何が見えたこれなんかツ,ツイッター界隈じゃ話してみせましょう小さい女の子ツイッター界隈じゃなんかもう時代遅れみたいななんか今時の新入社員じゃポカンとするっていうねどっちかというと俺まだ新入社員寄りの年齢なんだけど知ってるってことはうん ロー,ラローラでギャはい教授教授ええ、伝えます今はルスです。教授、ライアン・クレイトンという男がクレイに来ているそうですが。あえライアンってあるか一緒に大使館行って、ああそうか。でのなんか秘密かなんかをすぐに戻る。あれだよね、CIA の人だよね。 あ、これ外すのかなそうだ、なるほどな。もともと CIA に引き渡すっていうことが分かってたのを。はい、えいや、違う違う。引き渡すの分かってて、それの物語だっちゅうことだね。じゃあ何の会話をしてるのか、2人の聞きに行きましょう。盗み聞き。いいかね。はい。まだ彼女には話してない。誰を好きことか。いいうわ、なんかいろいろ。彼女は今日連れて行きます。これは。 命令ですから相変わらずのイケメンやな子,まだ子供だ私のアシスタントとは私だけが家族なんだコールと教授だけが外の世界を知らないんだよそんなこと言ってもね命令なんです<授>おっしゃることはわかりますお<う>本当ですだが命令は命令だ彼女は連れてきてくれますだ、ね、さあどういう展開になっていくかね なるほどもう戻…ああああムービーシーンだったね戻りましょうジョディこっちに行きなさいはい何でしょう私何されちゃうのやだよ変なことだけはしないででもとりあえず向かうかあち。オープンザウィンドウドアだろ何どうしたのお姉さんおさん何かあった どう見ても、兄さんって顔で、ね、ああ、くだらない,寒い、CIA のライアン・クレイトン君だ・クンダ。どうも、実は、あ当局からキャンプ・ピアリーにある、士官学校への参加要請が来た。CIA ってこと、これは彼が君の面倒を見る。私はここにいられなくなるってことなの今日、なんで、いや、それはちょっと会議的でしょう。冗談でしょう。どういう意味 なんで何の相談もなしにそんなこと勝手に決めたの心、ぶち切れぷんぷん丸や。そういうことやな。ですね家族だと思って、この二人と一緒と私の気持ちを考えたことあるないよね。どういういい機会なんだよ。 何にも…いや、ちょっとここは攻撃的にこう CIA なんてクソだよしたことじゃない、うん、私はどこにも行かないからまったくいい加減にしないか思春期のわがままが通用する世界じゃないんだいいか好きなだけわめき散らせばいいだが命令には従ってもらうお前のことを乗っ取ってやって…あ、侮辱してやろうぜ消えな、出て行きなよああ今の多分英語だったらファッキューってことう,うわ、セクハラや あ,あエイデンが怒ってるねジョディだったやっぱりあれだね感情がやめろジョディやめなさい感情がリンクするんだねエイデンとねジョディお願いだそれはだってここまで一生懸命育ててくれたのにさ私のために何の理由もなくさ 私のために行ってけどじゃああなたはどれだけジョディのためにやったのよって話だよねあんなさ地下冷凍室でさ危ない死体だどもに囲まれるようなこともやっとからしてさてうわジョディほんと心優しいよね結局こういう教授と呼ばれる人たちはね身軽にしろ必要なものはキャンプにある、えー、キャンプに行った結果どうなったかっていうのがね 本当にあの本当に何もない部屋だったもんねちょっと家の中にあるもの家じゃない部屋にあるものを全部詰めていこうぜできるかり泣きたくなる気持ちも分かりまでもこれを取る場合にいろいろとちょっと可能な限り部屋の中荒らしまくってからでていくかなんかすごい絵だなほんはベッドで泣き濡れたいよねこの子連れてく連れていけないのかとか無理か ちょ,っとさちょっと鏡で顔を拭ってから行こう美人が台無しになるよ拭えないマジかええー、そっか拭えないのか男女兼用のトイレみたいになってるけど,どなんか何,何かできないのかなじゃあエイデンにな,ってみでなんかいるエイデンで何かできることはないかああるねえっ うわーエイデンがめっちゃ切れてるおーエイデンぶちおこやなあこっちあーえ違うなえっとあれなんか今あってあーこれだこれもうわーエイデンエイデンがこう怒り散らした跡を残していくとか開けるくらいはねちょっと不始末な子やなくらいで終わっちゃうけどね監視カメラも赤いえー 監視カメラの首をしおってね。こんなものがあるから、私は一人で慰めることもできないのよ。他にもあるよね、監視カメラ、多分ね。めっちゃあるじゃん。ただのもう変態だよ。これ、バスルームだけはないから。あれだ。あかがみね。鏡がみよ鏡がみよかがみさん。えー、<laughs> いバロイチクショイ。<laughs> えー、くしょいすみませんうるさくてもう一発出ちゃったねこのくらいかなさああなたがこういろいろってねやりたいって思う気持ちは仮にエイデンが始末しといてあげたからこれなんだろういえっとサーバーランスやばいまたくしゃみあがまん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 が そうだよ急、ね、に生活ガラッと変えられるんだもんね親にも見せえあれなんか忘れてるあぬいぐるみ入れてくんだ多分だって親にも捨てられてさで化け物だとかってそのまま知られてさで親のことをさそりゃ恨むわな 自分のことを見せて。今なんかいなかった。ええっと、このこのシーツ、あそっか、まだ荷物つけてないんだね。あ、座るんだ。ここで何かできるわけじゃないのか。気持ちの整理なんかつけないよな。だってまだ10代の女の子だぜ。無理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 。30間近になったおっさんですらさ、まだ人生に対してさ、いろいろ られてちょっとこいつらの写真はちょっとさすがに持っていけないな今の気持ちでそう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 なるそうなるでああこの中からちょっと衣服もいろいろとあ違うここで整理かどれを持っていこうかあれ違うのああ持っていくんだね必要なものはってるってうけど最初にしろよって言ったけど何があって何がないのかっていうのが教えてもらえなかったら さに何を持ってって何をを持持っっっかかってててていいかかかかななとわら化粧水あんのってねニベアクリームとかさそういうのがないと化粧水とローションとニベアクリームはもう毎日必要それがあるかないかで保湿ができるかできないかっていうのがかかってくるから結局はねえ10年20年経った時のお肌の差になってくるから。 パパのところだけ写真をさほら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 やっぱり <laughs> 誰かこれ慰めてるだよ本当エイデンだけだぜ常に味方になってくれるのエイデンやめてってさ怒りの矛先になってもさでも必ず彼女のことを守ってくれるのもエイデンだしさで彼女が危険な目に遭ったとしても守ってくれるのはエイデンだしこれで出ていくのかないやまだか まだ何かあるんだな。いや、じゃあ残るか。何かあんのか、まだ。まだ調べてないものがある。なんだろう。ずっと荷物抱えってる。ああ、ここら辺はな。返陳して何か忘れ物があった。いや、でも何もないな。残るっていう選択肢があるってことは、まだ何かやることがあるってことなんだよな。もう、座れないし。 えっとここはなんかできるあれでもない。で、えー、あっ、こっちの、ただ調べたっけえでもないね。あれ他に調べられそうなところは特にないか。だね。うん。あ、じゃあやっぱりもう出ていっても大丈夫か。すごいね。おおおお。カメラングルが急に変わると操作性が難しいくなる。 ビリビリに破れたあの写真はどうしたんだろうここをとにかく何かできるわけでもないし。じゃあ、えああ、そうか。一応、ここの中は、あーあ、あったあったあった。これか。ああ、エイデンの最初の絵だね。これは持っていくの。これ持っていくの。エイデンの正体。ああ、一応入れていくんだ。最初に認識したエイデンの格好だからか。あ、これで荷物全部取ったね。 さあ、これでさよなら私の生活結果的に CIA ですごい術を身につけたからね、本当にいろいろとこのライアンもボッコボコにするほどの能力だったのねまあ、とはいえね、やっぱり親に見捨てられたこの女の子をお前なら平気だまあ10年くらいなのかな10年はいついかでも人生の半分くらいの年数をああ寂しくなるなプリンセス <laughs> そんな照れるわ <laughs> 育て,てくれたねこの2人にやっぱりなんだかんだ相談はなかったけど感謝いっぱいだよね。すぐに会いに行くからね。それは言なんかこの言葉にはなんか信用性があるね。待ってる。でも根っからの教授だったとしたら、ああうん。次の実験体を見つけてもやってるって感じだ。時間だああ、見てらんねさっさと行くぞって顔だら。 まあでもなんだかんだで一緒にねミッションをこなす有料なパートナーになってっからねいやー前回のパートといい今回のパートといいなかなか展開として重いのが続きますね精神的に来るやつだねヒューマンドラマだねはいということで決別というパートでしたが皆さんどうでしょうかね 人生の中でこう大きな決断を自分じゃないところで勝手にされて、人生右とか左とかに動かされる気持ちっていうのは、なかなか計り知れないところだと思うんですけどね。まあ、そういった経験をね。あ、クレートもめっちゃ脅してる <laughs>。ドーキンスに見たことを伝えた。うん。はい。ということでねあ、伝えないルートもあったってことか。あの、あれだね、過去のことね。はい。ということでね。 えー、皆さんも人生の大きな決断は自分でできるような人生をぜひ歩んでいただけたらなと思います。僕も自分自身も言えることですけどね。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。